はい、えー、どうもお疲れ様です。FX のいつか公開の時間です。本日5月29日の冷やしを送っていただきましたけども、このチャートでね、最もね、評価したいなっていうのが、ロウソク足が太くなったことですよね。これまでのロウソク足に比べて、ちょっと太さを倍にしたっていう感じですか。これによって、ものすごくくっきりと見えて、しかもヒゲっていうのが明確になるかなっていうところなんで、私はね、今、あの、これよりも、 一段階細いやつにしてますけども、まずは多くの方ってのは、このローソク足の太さからやってみるといいんじゃないかなって改めて思いましたね。で、この図を見て評価する点といえば、あの、チャンネルラインでね、水色の線が引いてあるここなんですけども、ここってのは明確に上昇圧力があるよって私がずっと申し上げていたところを、こういう風に引っ張ってくれてるんですよね。完全な上昇圧力ですよね。陰線よりも陽線の方が多くて、 そして、要線の方が連続するっていうところがあります。ですんで、どこで倍を入れても、結果的には利益になってるってことなんですよね。で、ここでは反対の現象が起きていて、その前は、さらに反対の現象、上層圧力が起きてるっていう、この繰り返しになってます。ちなみに、ここは、転換のためのレンジというふうに私は解釈しましたけども、ここをポイントに転換したという形で、受け取っても全然構いません。はい。そしてですね、 そして、ここのポイント見てください。価格で言えば137円の後半あたりですけども、138円に達するか達しないかというところで、これ、反転して売りの方に行ってますよね。これっていうのは、一つね、大きなポイントがあって、投資家さんの心理として、買われすぎ、売られすぎということなんで、ずっと調子よく、倍で一辺倒に取ってきたんですけども、そろそろ終わるんじゃないかみたいな、そんなね、えー、先読みのファンダメンタルが発生することもあるんですよ。 特に材料がなくても、投資家さん、投資家さんって言ってもね、結構な金額を持っている、そして技術もある、資金もある、精神力もあるっていう投資家さんですよ。そういった方が、先に理覚をして、売りの方に考えを移すから、後追いでいった人もね、ロスカットを食らいながらついていって、結局、この売りの流れができるんですよね。で、ここも同じで、反転するときって大体同じようになるんですよ。で、それが、 今度は、ここの137円とか138円のポイントで来なかったんですよね、今度は。そこを一気に抜けたわけですよ。抜けた。ここの2つのポイントをね。ここの2つのポイントを持ってですね、抜けたわけですよ。だからまたしばらく倍の流れが続くかなっていうところはあったんですけども、ただやっぱりね、136円とか137円っていう1円単位の審理と、140円っていう1桁上の審理に乗った時の同じ1円の差でもね、 ここの圧力っての大きく違うんだよってことをやっぱここら辺で認識しといた方がいいかなと思います私もそうですけども140円に達したらとりあえず一息なんですよであの長期のポジションをね決済したいなって気持ちにはなるんですよねとりあえずここで利益を確保しといて半値で追撃しようかなとかねまだ伸びるようだったらあもう一回、えー、半値からね前年に戻そうかなというふうな気持ちにもなりますそういったところをこのチャートから読み取っていってあげればなっていうところですね それ以外特に言うことはないですねはい次で2枚目ですさあ2枚目ですけどもここにはコメントが書いてますね1時間足でのコメントです140円を今日は超えたっていうところが書いてますはいチャンネルラインの上底に近いうんだからここを抜けるかそれとも反転するかっていうところを見ていかないとなっていうところですよね特に今日は材料がありませんので 月曜日だから、週間取引する人が今日資金を投げるかどうかっていうところだけ注目していけばいいかなと思います。ですんでね、今朝9時11分ですけども、9時から9時半ぐらいの間、長く見ても10時までの間に、その資金の流入っていうのは起きるかどうか判断つくんじゃないかなと思いますよね。はい。で、チャンネルラインの状態に近いっていうのを、こう、次、3番目。月末ですよね。月末が近い。 つまり31日ですけども、あさってが月末なんで、そろそろポジションを整理しようかなっていうふうに考える、新規の玉っていうのがね、実はね、入りにくいっていう月曜日なんですよ、今日は。だから、月末が近いから新規の1週間の取引ってのも、どうしようかなって控える心理が働くと考えると、今日は大きな資金が入りにくいんじゃないかなっていうふうにも考えられるんですよ。あとはね、自分の読みをどっちに持っていくかなんですけども、 私の考えは今日は午前中から仕掛けていけるんじゃないかなというところで、まあ通常ロットでね、えー、もうこの後エントリーしようかなと思ってます。10時までにはポジション持とうかと思いますね。はい。まあでも私の場合はちょっと複数ポジション持っていたりとかね、あの、いろいろと条件違うんで、私と同じようにやったからって言っていいってもんじゃないですよ。私は1時間軸でロスが出ていても、1週間とか1ヶ月で大きなプラスを取ってるから、あーへでもないやっていうふうに考えてるかもしれませんしね。それはみんなポートフォリオは違いますんで、 しかも FX だけやってる人と FX 以外にもあの、ポートフリを組んでる人と、本当にね、どこが損切りになってもいいやって考えてる方みんな違うんですよ。ただ FX オリガルティに関しましては、1時間で解説するときは、1時間でベストな選択をテクニカル上の解釈でするようにしています。ですんでね、私はこうするよっていうのは、テクニカルと離れる場合がありますので、そこはね、参考までに留めておいてくださいね。私と同じようにやって、 どうこうっていうよりもテクニカルの通りにやってくださいテクニカルの解説は絶対にしてると思いますんでテクニカルの解説が終わった後にたまに私はこうしてますってことは、ね、言うだけですからねはいではね月末が来るんですが今日は通常の月曜日と違って大きな資金は入りにくいかなっていう解釈をテクニカル的にはした方がいいってことです はい。そして、4番目、週明けなんですけども、週明けっていうのは週が明けたってことですよね。月曜日が始まったってことです。はい。先ほど申し上げたのと意味が被りますんで、効果は割愛します。全時間軸上昇トレンドですが、あ上記が重り、少し判断が難しい感じです。しばらく様子を見ようと思います。はい。そうですね。あの、様子を見る月曜日、基本的にはそれでよろしいかと思います。うん。で、私の判断としては、通常の月曜日ではなくって、月末が来る月曜日なんで、 大きな資金がすごく入れにくいっていうことになるから、あ、実は今日はね、午前中から仕掛けてもいいんではないかなっていうふうに考えてるんですよ。ですんで、もうちょっとしたら私はね、あのー、月曜日なんだけども、今日は、月とか、月火とか、月火水っていう単位で見ると、やっていけるんじゃないかなと思います。で、逆に、6月に入って1、2っていうのは、ちょっとエントリーが難しい2日間になるかなっていうふうに考えてますね。ですんで、今週22週目、勝負をするなら今日と明日、そして明日の、 3日間ぐらいしかないかなというふうに考えてますね。で、これはテクニカル的に考えても、それからファンダメンタルが、この29、33、1に入ることを考えても、バランスが良い、あの、決断になると思います。うん。ですんでね、あの、様子見は全然 OK ですけども、本当に見るだけじゃなくて、仮説を立ててデモトレードをしてみてほしいなと思いますね。その他、書いてある書き込みの図の方は、もう、おとりあえず私は言うことがないぐらいちゃんと書けてますんで、こちらに関してはあ、ちょっとスルーさせてもらいますね。 じゃあ次のシート行きましょう。次はあ、5月29日の週足ということですけども、週足は W が右辺が強いっていうところをね、前々から申し上げてきました。ここで跳ね返って、ここが沈んだ瞬間から W がいつできるかなと思って、反転したところから、あ、W が迫ってきてるな、ネックラインを越えたら大きく上に行くなっていうふうに思っていたところを、まあ3円ぐらいをね、 え、こう、一週間、二週間で更新したんで、あ、強い動きがあったなと思ったところです。で、そこで140円が来ちゃったわけなんですけども、140円っていう価格自体が投資家さんにものすごくね、一旦区切りっていう心理状態を与えるんですよ。ですんで、えー、これをね、ものともせずに140円にスッと行ってしまうようなら、まあ、142円まで行くとは言いませんけども、倍で追っかけていける部分は多いのかなと思います。特に週間の足で見るとね、これ、あの、 三平になってるわけじゃないですか。だから、週間三平は、さらにもう一個、買いが続くと思っていっても全然いいんですけども、ただ、140円という心理状態がありますんでね。ここを差し引くと、え、1、2、3週間、この要線が3つ並んだところは、強気にいってうまくいきましたけども、うん、次のワンステップ22周目は、あの、勝負をかけるなら前半、後半は、それこそ超慎重に、見学に徹する方がいいかなっていう判断ですね。 そういうふうに他の投資家さんも考えると思います。そうなった暁には、これ実は今ね、陰線がものすごく薄っぺらく作られてますけども、この陰線ってのが薄っぺらいまま終わる可能性があったり、陽線もね、この3本目の陽線に比べてすごく短い、1本目の陽線と同じぐらいの大きさ、もしくはそれよりもちっちゃい陽線とか陰線になる可能性があるなと、今の時点で考えてます。ですのでこれね、 金曜日とか土曜日、今週22週目が終わった時に、私が今言ったことがその通りになるかどうか、ちょっとね、検証してみてください。まあ私のね、あのー、命中率の高さがわかると思います <laughs>。ちょっと自信ありげに言いましたけどもね、ほんとそうなると思いますよ。で、四つ目ですけども、四時間軸です。まあ上昇トレンドを書いてるかなってとこですよね。これは今までと同じなんですけども、140円という壁がどう作用するかってことを、この際ですから、あのー、頭に入れておく、勉強する意味で、えー、トレードをする人もしない人もね、 この10円単位の切り板ってのが、どのぐらい、その相場に影響するかってことを、滅多にないことですかね、確認してもらいたいと思います。特に今回、介入も何もないです。で、昨年みたいに、え、ロシアがね、ウクライナに戦争しかけたみたいな国際的なファンダメンタルもない中ですから、本当に単なる10円単位の動き、10円単位の切り板が何を意味するかってことが、 ここでね、見ることができると思います。貴重な機会だと思いますので、えー、今回もね、あのー、様々なトレードのストックのうちの一つにして、そのストックの積み重ねが確率を際立たせますからね。確率が5分以上だったら、自信ってものがつくでしょ自信を持ってのエントリーができるでしょ ?5 分以上だったら勝ち越すことができるわけですから。あとはトレードの回数ってことですよね。トレードの回数が少なければ確率が効きにくいんですよ。で、やればやるほど確率に寄ってきますからね。つまり、 勝ち越しの確率を確認できたなら、あとはトレードの回数を増やすだけで、勝ち越しに向かっていくってことです。このあたりはもう数学の話になりますけども、えー、よろしかったらね、数学の教科書また取り出して、確率統計などをね、ちょっとでも見てみてください。えそれでは、今回の解説以上です。お疲れ様でした。あ、なんとか10分で収まりましたね。